こんにちは、今日はこういうこれリースですね、唐辛子と、ローリエ、月桂樹の葉っぱを使ったリースを作りたいと思います。この土台になっている、鶴の、リースの作り方、そして、唐辛子と、ローリエのまとめ方、そしてこういうふうに、くくりつけていくやり方をね、紹介したいと思います。そしたら、リースにね、作っていきたいなと思います。今日使うのがこれね、野ぶどうっていうんですけれど、こういうところにね、ちっちゃい実がついててね、とても葉っぱもね、可愛らしいんですけれど、このままリースにしても、可愛いんですけどね。これの、葉っぱを、ね、全部落とします。で、こういうなんて言うんだろう、もう乾燥したようになっている木肌のところね、こっちの分を使います。でこの若い青いところはね、枯れると黒くなってしまいますので、この部分は使いません。そしてこの野ぶどうっていうんですけどね、これにはこういうくるくるしたつるがねと ついてて、これで絡みついて大きくなっていくんですけれど、これはとても面白くてね、可愛いんですけれど、今回はちょっと邪魔になるので、この分は全部カットします。そしてね、こういう葉っぱのついている、枝を全部落として、こういうこの辺まではね茶色いですけど、ここからは、緑なので、こちらの方の若い枝はもう全部落としてしまいます。はい、こんな感じに下処理をして、そして、ね、この枝を、リースに丸めていきます。はい、ちょっと細い枝をね、2本使いますね。そしてこの枝は先が細くなっている方と、根元の方の太い部分がねありますので、それを互い違いにこうひっくり返して、細い方と太い方をこう組み合わすっていう感じでしていきます。まず2本をこうねじっていきます。2本をなんとなくねじって、それをカメラに入らないね、はい、こういう風に丸めます。ちょっと引いてみようか、はい、これで見えるかな。こういう風に丸めます。そしてこの丸めたところへ枝を絡ませていきます。で切ってすぐだとね、柔らかいですので、こういうふうに、曲げていくことがねできます。乾燥してしまうともうパキパキ折れてしまうんですけれど、切ってすぐのうちはね、こういうふうに曲げることができます。そしてこうやって輪っかにしていきますね。今回はね、唐辛子のリースをするので、あんまり大きい、リースにしているとすごくたくさん材料がいりますので、小ぶりなもんでいいかなと思います。こんな感じ でこれにね、木の実とかをつけてクリスマスのリースなどにしても可愛いと思いますね。そうするときはこれをちょっと干してね、今回もまあ干せばいいんですけれど、干すと少し小さくなると思いますね。干して、馴染んでから次にかかればいいんですけれど、まあ、今回はね、これに、唐辛子の、リースをね、仕上げていきたいなと思います。はい、そしたらこれでリースができましたので、次は
唐辛子ですね。唐辛子は、これを、これは農協さんの、生産者の方が売られているところで買ったものです。そして、こう束でね売ってましたので、少し陰干しに吊るしてたものです。そしてこれが、ローリエ月桂樹の葉っぱですね。これはちょっとうち の庭にあって、あまり今年は綺麗じゃなかったんですけれど、綺麗な部分だけちょっと取ってきました。でこれね、先つぶ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 があるんですけれど、これつぼみなんですよね。お花がね、黄色いかわいい、お花がね、ボンボンみたいなお花が咲くんですけれどね、その先の方を、摘んでいます。それと普通の葉っぱの方ですね。こういうのもね、多分そういう農協さんなんかに、売ってるんじゃないかなと思いますね。あまり乾燥したパリンパリンのやつだとちょっと使いにくいかなと思いますので、こういうのがね手に入ったら、やってみられたらいいかなと思います。はい、そしたらですね、あと使うのが細い、これはフラワーアレンジなんかに使う、ワイヤーなんですけれど、それの30番か28番ぐらいのこういう細いワイヤーを使います。そして、土台にね、このリースに巻いていくちょっと太い目の、針金、これは100円ショップで買った 0.9 ミリの、ビニールコーティングをしているねワイヤーです。食べ物をね、扱いますので、普通の錆びるワイヤーだとやっぱちょっと錆びがね、気になるかなと思いますので、お料理に使えるように錆びが来ない、こういうねビニールコーティングのワイヤーなんかがいいかなと思います。これをこのままだとこうぐるぐる回すのに使いにくいので、こういう感じで、これは牛乳パックにね、ぐるぐる巻いてあるんですけれど、こういう感じで、ちょっとした準備をねしていたらいいかなと思います。そしたら、リースにいきなりこの唐辛子とかね、ローリエをつけるのはちょっと難しいと思いますので、このローリエの葉っぱ、これに唐辛子をこう組んでいきます。こういうふうに、葉っぱが何枚、3、4枚ぐらいに唐辛子を3つぐらいの、こういうちょっと束ねて、そしてワイヤーをかけます。ワイヤーをかけるのは下に軸の方にワイヤーを置いて、そしてねじます。3回ぐらいねねじって、そしてこれをここをくるくる、でこちらのね葉っぱの方、この唐辛子の方をぐるっと回していくと割とこう締まりやすいかなと思いますね。こういう形のものを作ります。もう一回しますね。これ軸の部分がねあればやりやすいんですけれど、まあない時はねこういう感じで葉っぱをこう組んでいくんですね。お好みで何枚とか別に考えなくてもいいと思うんですけれど、こうバランスを見ながらね、唐辛子の大きさももういろいろありますので、曲がってたりね歪んでたりしますけど、それもみんな味ですのであまり気にしないで、こういう風な感じでくるっと束ねて巻きつけていきます。そしてねじっていきますね。ここねじるときにこっちをこうすると力がねあんまり入らないので、ここ押さえる感じにして、こっち側をこっちの方ね、こっちをこう回すとギュッと締まっていきますので、こういう風にしたらいいと思います。
するとワイヤーは長いまま使って、今みたいに切っていったらいいかなと思いますね。もう一度しますね。こういうね、枝があるとバランス取りやすいんですけどね、こういうふうにね、軸があります。これに唐辛子をまあ3つぐらいですかね、3つぐらい入れて、そして葉っぱをまたこちらの方にも置いて、こういう感じのものをね作ります。ワイヤーは下に、軸の下になじませて、そして今3回ぐらいねくるくるっと巻いて、今のこのなじませてたワイヤーを持って、そしてこっちをこのね木の方を回す、こういう感じでこれをひたすら作っていきますね。こういうものをたくさん作っていってください、はい、そしたらこれをこういうのがねできたら、いっぱい作ったんですけど、ここに、よいしょ、このぐらいで、まあ、ちょっと足りるかどうかわかんないんですけど、そしたらこれにね、つけていきます。バランスを見ながらね、こういう風にしてさっきのこちらの方の針金で巻いていけばいいと思います。こういう感じで、そうですね、次はこっち向けて巻く。あまりビチビチに詰めるとたくさん入れますのでね、まあ、バランスを見ながら少し間隔を空けたらいいかなと思いますね。こういうふうに入れていきますね。でこぼこのあるこのリースにね木なので、公園でねある藤棚なんかはね割とつるんとしてるので、もっとやりやすいと思うんですけどね。なんかリースもね手に入らなければ、リースっていうか生のねつるが手に入らないようでしたらね、100円ショップにね売ってますよね、リース。それをそのままだとると買ったら、ちょっと分解してね、小さい小ぶりのリースに作り直してからするっていう手もありますね。そしてこういうの、生のね、ツルが、あっても勝手に取らないように、公園とかね、山なんかね、山はどうだろうね、ちょっとぐらいはいいのかなと思いますけど、公園はね勝手に取れないので、その管理をされてる自治会とか子ども会とかね、そういうところに一言声をかけてされたらすぐくれますのでね、こういう感じでひたすらぐるぐる巻いて、これでぐるっとね一周回してください。そしてこれぐる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 巻いていったら、こういう感じに、ね、なってきましたね。そしてこれであと少しで終わり、ここがね、ここがさ今巻いてるところで、あと少し足していきますね。こういう風にしてひたすらね巻いていきましたよ。ね、随分結構な量がいりましたね。かなり唐辛子もウゴリも使ったんですけれど、リースがねもう少し小さかったらこんなにいらないと思いますし。もう少し間隔をね、こんなにキツキツに詰めなくても間隔を空けたら
少し少ない量でね済むかなと思います。よし、そしたらこれでもうおしまいにしようかな。最後これを入れて、仕上げますね。もう一つあるな、入れちゃおうか。作ってたので入れ込んでしまいますね。もう一つ入れて、それで最後にします。結構ボリュームねありますよね。で今赤と緑がねすごく綺麗ですよね。これ火が経つとね色あせてくるんですけれど、まあそれも楽しみで、色の変化をね、見られたら面白いなと思いますね。はい、そしたらこれで、最初のこれ後ろね、こうなってるんですけど、最初のワイヤーのところに戻ってきましたので、ここで切ります。そしてこれと最初のワイヤーとつなぎますね。ここの部分でつなぎます。して吊るすのに、輪っかがあればいいなと思いますので、ここにちょっと吊るす輪をもう適当でいいと思いますので、こういう感じで、ちょっと見えにくかったかな、もう輪っかをねぐるぐるっとねじって作りました。そしてこうね引っ掛けて、壁とかね引っ掛けてた、ドアにかけてても可愛いですよね。でもドアにかけると火が当たるとねすぐにもう色をあせてしまいますので、このまま、クリスマスの飾りにもねいいですよね、赤と緑で。持たせたいなと思ったら、作って綺麗にラッピングっていうんですね、包んで冷蔵庫にね入れておかれたらこのままの色で残りますので、そういう風にねされてもいいと思います。唐辛子は、ね、今の時期しか生でねないので、こういう感じで作って少し置いておくっていう手もねあると思います。はい、ね、なかなか立派にすごくたくさん唐辛子入ってますよね。ちょっとお料理にね使いながら楽しんでたらいいかなと思います。はい、そしてねもう一つ、これは、リースをしたんですけれど、こんなにたくさん材料がないわっていう時は、小さなね飾りをしてもいいかなと思いますね。これはちょっと結束線でサビが出るので、もう飾りとして使ってもらいたいんですけれど、結束線と枝どんな枝でもいいですので、こういう枝にこの結束線を巻きます。これは硬いので電池を使います。こうギュッと巻いて、そしてこれに唐辛子とこのローリエの葉っぱを刺していきます。ここに2枚、葉っぱ2枚と唐辛子数あれば2個ずつ入れてもいいんですけど、そんなにないので1個にしようかな。そして葉っぱを入れて、落として、唐辛子を通して葉っぱを通して唐辛子を通してっていう風に順番にこういう串刺しにしたものをちょっと飾ってもね、葉っぱの間から赤が見えてね、割と可愛いんですよね。こういう風に、お好みの長さまでされたらいいんですけど、こういう感じで、
この唐辛子をね、ここ今1個してますけど、2個入れてもいいですね。唐辛子2個と葉っぱを2枚とかね、もうそこはもう自由にされたらいいと思います。そしてね、唐辛子をこうやって触った手ね、目をこすったりしないように気をつけてくださいね。大変なことになりますのでね、ずっと子供さんにも小さい子供さんのお顔とかにね、唐辛子を触った手で触るとそこがね、ピリ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 してきますので気をつけてくださいね。こんな感じでちょっとなんかね、面白いですよね。で、こういう風に刺したものをリースにするっていうこともいいんですよね。こう、これでいっぱい突き刺して輪っかに、ぐるっと輪っかにするっていう、そういうリースの仕方もね、面白いと思います。で、今回はもうそこまでしないで、あと1枚こういう感じで入れて、これで一旦ここで終わろうかな。そしてもうどうでもいいんですけれど、ちょっと遊びでここにぐるぐるっとなんかちょっとね、針金で動きをつけるっていうんですかね、こっちの下の方もなんかくるくるして、そして吊るすところね、この上吊るすところはこう、ハートにねしたら可愛いと思いますので、こういう感じでハートにして、ねじって、そしてここ出てるところもなんか棒に巻きつけて、こういう風な感じでちょっと遊びをね持たせると、こういう風に、面白いですよね。で、ちょっとこう引っ掛けてるとね、可愛いですし、唐辛子は魔除けになるとかも聞きますのでね、こういうのを吊るしててもいいかなと思いますのでね、今いろいろ生のね、こういう唐辛子だったりローリエだったりがありますので、よかったら作ってみてください。これね、面白いですよね。とこっちはリースね、リースです。そして今日使ったのがこのブドウっていう、もうちょっと枯れちゃいましたけどね、こういうツルの、ここの茶色いこの部分を使ってね、リースにしました。これだけでね、リースにしても可愛いですよね。ちょっと丸めるとね、どんなものでもなんか丸めると素敵になるので、私は好きなんですけどね、こういう感じで遊んでください。はい、どうもありがとうございました。やってみてください。